トゥーハート2ダンジョントラベラーズ73回目、前回はようやくね四天王2人目を倒して残りは2人半分、残りがクソ雑魚だといいけど、そんなことはまあまずありえないんだろうなっていうところで、今回は右下に挑戦してこようと思います。装備はとりあえず前回風神の指輪をつけていたのを戻したりしましたね。でも次持っていくとするなら、なんだろう、あの義経が雷だったじゃないですか。でアルジュナが風神風だったんですよね。ってことは水か、この水神の指輪めっちゃあるぞ、火もめっちゃあるぞ、土の場合もある。でもな、カバンとりあえず一個ずつ持っていってみる。土水火、とりあえず一個ずつで、アイテムの方はまあ前回とほぼ同じだけど、黄金リンゴをちょっと調達していこうか。黄金リンゴ、まあこれぐらいでいいでしょう。これでいくか。回復アイテムは大丈夫。これで1回でいけたら本当最高なんだけどな。アルジュナでレベル上げもしたし、サクッといけないかなって。だからこれはこっち行って、この辺はちょっとめんどいけどやるしかない。 V 凍結ね。あんま TP 使いたくないんだけどな。次のあれだな、早めにサーチ合いをして何の属性が効くかとかも調べないとな。次何系のボスかな。前回アルジュナがパワー系だと思ったけどパワーじゃなかった。あれだよね、弓だから、何アーチャー。うげえ、スローをかけて、凍結をノスフェラトゥに入らないか。ノスフェラトゥが確かアイスが効く、そうだよね、水。あ、じゃあルーズ入れて、スローも入ったと思うんだけどな。デスを唱えた、エボいっちゃうのもいいけどな。アイスエッジ、よっち、鬼嫁を、オッケー、スロー入らん。前回決めてくれたのもマナカだったからな。です、うわー、やられたわ。リザレク TP 回復して、まあカウンターで能力低下か。やべ、結構 TP 使っちゃってんな。真ん中復活。ちょっとここは TP 節約、ノーマル攻撃で TP 吸いつつ、あ、吸えないのか。1,2,3 微妙となるとどうしよっかな。スロー入ると思うんだよ。レベル上げしてた時に結構こいつと戦ってたんだけど、そう、スロー入ってたから。真中さん終わらして。世話のかかる。あ、終わった。お茶にしませんか。シルファーがレベル上がりそうなんだよな。これなんだったらちょっともう一戦ぐらいやればシルファー上がるんで、上げてから行くのも手だね。水色に入って、あ、いいよ、マンドラさん行っちゃおうよ。世話のかかる。あ、でもこれいけるいける。この後ヨッチがレイジングで、わい直したすか。
これでシルファー、あ、来た来た来た、レベルアップ、いいじゃない。14ポイント、献身あげようって話をしてたんだよね。献身かメイドマスタリー、 あと結構意外と使える子守唄、そうね、その辺かな。献身かな、はい。あー、ここマックス行きたい。他は特に、あー、行くの行くののポイントどうしよう。これ本当にそろそろなんか決断しないとな。何をあげるべきか。いや、今はとりあえず、今まだ取っとく。もう本当にね、あー、またマンドラさん、いいね。ないわね、ういからの、おいしいマンドラさん、おいしい。よっしゃ、これめんどくせえな。仕方ないわね、任せて。あー、ちょっとイクノの TP 回復したいね。負けないっすよ、バッチリ。あ、よしよしよし、ナイスとバッチリ、いいね。ファイヤーぶん投げて、TP ジョジョ回復を先に入れ、ノーマル攻撃でいいか。お、吸った吸った、 TP 吸った。何するらず、言ってもいいよね。いいよ、このそのもノーマルで吸った。あ、これハウリング気絶、あ、麻痺。ラガンなのです。潰せ。TP 美味しい。あ、いいね。3連発。マックス、ほぼマックス回復か。あ、いいじゃんいいじゃん。さっさと行くわよ。ちょっと状態異常だけど、この後地雷踏むんで、1、2、3、よし、これで直そう。サークルナース。さあ、それで、あれ、あれ、この下は、あ、俺ここ埋めてねえんだまあ今はいいや、とりあえずこっちね。はい、さて、じゃあバフバフタイム入りましょうか。イベージョン、フリートネスフットで、ウォークライ、やっぱカバーパリーは大事だよな。めちゃくちゃ助けられたもんな。ひたすらいろいろ入れまくる。プロテクションも全員に入れる。よし、途中でまたこれぐらいのバフを入れられたら楽なんだが。ムーンカーテン、サンベール、よし、これで一応全部入ったかな。じゃあ黄金リンゴで TP を回復します。よっちはリンゴ2つを食べで、行くのチャル、よし、これで OK か。あ、ちょっと待て、あれだね、アイテム欄がいっぱいだ。ボスが何か落とすと大変だから、この辺捨てましょう。捨てる、なんちゃらのナイフも捨てちゃいましょう。2つ空きあれば大丈夫。あー、デニッシュ使っちゃうか。でもみんな回復してんだよね。まあまあ、なんかお食べあ、何も起きない、まあまあまあいいやよし、真中のお腹も満たされたところでセーブしておきます。セーブ OK です。よし、突撃。さてさて、あら、久しぶりのお客様ねエロいお姉さんがいますな。私に何かご用かしら。おめえのエロイベントを見に来たんだよ。優しそうな感じがする。どうしたの、ひょっとして。あ、あのなんかハンマー持ってるやつだったっけ。私のところに遊びに来てくれたの。左下がロボット、メイドロボみたいなやつだったのを覚えてんだけど、ハンマーじゃないかな、ここ一回戦ったもんね。やっぱりそうなのね。俺たちは探索中で。それじゃ早速用意しなきゃね。こちらの話をまるで聞いていない。
重いものを引きずっているような音がしている。お待たせ。それじゃあぺったんぺったんしましょうか。あー、やっぱハンマーだ。ぺったんぺったんシトラリ、ん？シトラリニクエ。覚えづれえ名前だな。シトラリニクエ。おパンツ丸出しだよ。かわいいな。ほんとビジュアルはいいんだよな、この4人。まずは状態異常が何か入るのかっていうところよね。凍結麻痺スロー、凍結ぶっ放してみっか。しないでよ、ね、どうだ。ブロック、ブレイブの炎症を始めた。ブレイブ攻撃力アップかな。麻痺はどうだ。のかかる。ブロックか。これ入らないパターンかな。物理攻撃上昇、挑発を入れておこう。で、予告サークルヒールでもしてもいいけど、まだ何をしてくるかわからん。こいつが防御スロー入るか。ミスなら入る、ブロックなら入らない。ブロックだ、ダメだ。え、マジカルピコハン、あ、パリー発動。これ今 TP か。TP 攻撃をしてきた、鬱陶しいな。あ、エボリューション入れたいけど今じゃないな。サーチアイをしてからじゃないとあまりにももったいない気がする。今パリー切れちゃったんでパリー入れときましょう。そうか、ピコハンで TP 吸ってくんのか。それすんげえやだな。で、待て、これ本当に今どうしたらいいかわからん。スローも入らない。なんだろうな、マナカの魔法も何をぶっ放すべきか。フレードチャル防御で、あ、メタ的に考えるなら義経が雷だったから、義経が雷、アルジュナが風、違う違う、風、あ、いや、そうだよ、それをしてくるから、だから、わかんねえ、ファイヤーぶっ放してみるか。いや、ルーズ入れておこう。サーチアイ来ね。ここはとりあえず疾風陣内だろ。このターン終わった次、あ、いや、エボリューションか。ヨッチでエボリューション発動するけど、サーチアイが欲しいんだよ。わかってるわよ。おー、ナイスパリー。大体ね。あ、ナイスカウンター。あ、でも全然入らない。エボだよね。エボじゃないんだよ。サーチ来ないとさ、何当てていいかわからんから。あ、やべ、いろいろ切れてる。カバー、じゃあここはヨッチをヒールでいいだろう。とりあえずファイヤーぶっ放してみる。なのです。ファイヤーでルーズで命中で2000以上入るなら普通にファイヤーが効くと思うんだよ。どうしよう。とりあえず行くのはフリーズショットをぶっ放し続けるか。そうだな、分かってるわよ。あ、一撃、マジかよ。頑張る。パリーないとダメだね。あ、でも2000入ったってことはファイヤー効くな、こいつ普通に。疾風陣内入ったから、ここはファンタジア魔法攻撃力アップでいきましょう。で、ヨッチ、待てよ、このターン使うか。無意向。あ、何これ、やばい、絶対、うーん、痛いね。リザレクヨッチ、これタルト使うか。タルト使わないと次の攻撃、敵の攻撃耐えらんないもんね。タルト、うん、タルト、うん、ナイスリサイクル、いいぞ。リザレクいいね。やばいやばい、全体、いやー、でも沈黙、あ、沈黙、沈黙最悪。チャルが何もできない。うーわ、
待てよ、これはじゃあフミルイル、うわフミルイルもっと必要だったか。フミルイルをチャルに使って状態異常を直すからの、ここはねマナカを生かしても全体攻撃されたら終わりだから、タルトタタンで回復をしましょう。ナイスリサイクル、いいね。でサークルナースだな、ここはな。スローは痛い、大丈夫。ちょっとこれはやばいな、やばいな、マジか。あ、根性根性、まだまだ終わってない、まだ終わってないよ、まだ諦めちゃダメ。無意向で攻めていくの、いくの、いくの、うへー根性。あこれはね、本当に義経やアルジュナと違った絶望感があるね。うわ、とにかくあれはね、なんか魔法を使ってくるっていうより物理攻撃がとにかく強いっていうやつだな。これ大丈夫かな、とりあえず戻すっか。はい、戻ってきました。2回戦目いきますか。とりあえず物理の防御力を上げるのはヨッチなんだよね。マテリアルガードすげえ大事なんじゃないの。マテリアルガードとプロテクションね。マテリアルガードないよ、ないんだよな。チャルにあれば最高なんだけど、でもヨッチはさ、タイミングがあったらカワー&パリをした方がいいんだよな。よし、行くか。めげない。ペッタンペッタン。ペッタンペッタンに負けないぞ。ヒトラリ肉へ。このね、バフが何も入らないってのが本当きついよ。でも行くのがじわじわ減らすのは大事。うん、大事大事。出てけ。あ、そういえばさっきのターン結局サーチアイできなかったんだよな。炎が効くってことでいいのかな、わかんねえな弱点が。ここまあ防御、レイジングでも一発入れてみようか。あ、結構入るね。あ、カウンター、あーパリダイしないでね。あゲッ、一体、あ、もうこの状態以上本当にチャル沈黙が痛すぎる、スローも嫌すぎる。あー、チャルはじゃあ自分にフミルイルを使いましょう。あー、まだか、何もできない、せめてルーズスピリット。あー、何も、本当何もできねえな。どうすっか、フミルイル使うか、マナカに使っとこう。ナイスとなったら、せめて回復しないとまずいからタルトだな。イクノタタン、ナイスリサイクル。スローが入ってしまっているが、カバーパリー切れていない。状態異常はチャルに直してもらうんで、今は入れよう。700近くレイジングが入ったから、うん、キル耐性が弱いのかも。あ、痛いな。うわ、もうこれ、待て待て、ヨッチが死んでしまうとダメなんだよ。ここはサークルナース、うげー、やばい。うわー、ちょっと、あ、これ、あ、ちょ待て待て待て、リザレク、あ、ダメだ。あ、いや、生きてる生きてる。あ、そっか、インシュランスが。よしよしよし、うげえ、チャルの TP やってくれんな、マジで。無意向、今マナカの TP、 マナカの TP ふざけんなよ。とりあえず、うわ、なんもできない。タルトタタン使おう、せめて。
もう無一個無一個使うしかない。あーやばい、なんでダメだこれ、ほんと絶望的、これ無理じゃない。今うーピコハン、ちょっと待ってマジか、これどうするべきだ。ちょっとパーティーメンバーを変えるっていうのも考えた方がいいのかな。いやこのパーティーで行きたいけど。ロードして戻ってきました。パーティーメンバー変えるとするなら、スピードアップができる、なんだっけ、エンチャントセージだったかな、マジカルプリンセスかな、そのスピードアップでヨッチを早くして、ヨッチ、あ待てよ、ヨッチの武器を外すっていう考えはどう。ヨッチはもう攻撃しない。あでも AGI アップついてんな。でも武器外して、そしたら多分ガンガンねターン回ってくると思うんだよ。でもカバーパリ、あとあの防御力アップの魔法っていう感じでガンガン行くみたいな。攻撃をしない、武器を持たないという考え方はどうだろうか。だからもうほんと攻撃手段はマナカのみマナカと行くのでチクチク小牧姉妹にやってもらうしかないっていう感じだけど、どうだ、ちょっとこれで一回行ってみっか。よし、まだ折れてない、俺の心はまだ折れてない。ツッコめ、ペッタンペッタンに負けるな。それじゃ早速、よし、とりあえず行くのはチクチク、あチクチクも入んね。ここは今何もできない、防御、カバーパリーを切らさない、あ挑発か、挑発も入れよう、うん、物理攻撃上昇、あと相手のバフを消去できるのって誰だったっけ、なんかいたよな、マジカルプリンセスかな、それこそ。そういうのもな、だから10人くらいのパーティーで行かせてくれよ。もうっていうか全員で行こうぜ、もう。どうしよう、予告ヒールしておこう、カバー、あパリー切れてる、えあれパリーできない、おあれなんでだ、パリーができない、あ近接武器装備した、しまったしまった、パリーって近接武器を装備していないとできないんだ、ああ終わった終わった、しまった、あーやっちゃった、そうかそういうことか、あじゃあせめてディフェンダーかけておこうそっかダメだよ、あーマジか、ダメだ、パリーないのはきつすぎる、うピコワン、そっか、あサーチアイやろう、サーチアイ、ちょっとこのターンはもう捨てようダメだ、パリーできないの無理だ、うえ2万3000だって、2万3000、ああ火結構、火プラス20か、水、風、雷、なるほど、水とかの方が良かったわけか、水な、うーん分かった、ちょっと待って、水って書いておいた今メモしておいた、水行こう、アイスエッジで行こう、何が効くか分かったよ、分かったけど、ちょっとこの回はさすがにどうしようもないんで、
サクッともう、あごめんなさい、ちょっとあのゲーム自体を再起動してやり直します。はい、戻ってきました。よし、武器は装備してるな。これは外しちゃいかん。あーまあただもっと速い武器にするっていうのはある。いやでも行動速度アップついてるからな、 AGI アップもついてるし悪くないんだよな。うーん、悪かはない。行くか。よし、今度こそ。あの弱点属性も分かったし、ここで決めたいね。ペッタンペッタン、初手入れ。よし、いいぞ、入れだけ。となったらシャルもアイスエッジでも行ってみる、入れてみるか。一発挑発、よし。うわ、これまた沈黙麻痺。沈黙スローか。あのね、マナカチャルが沈黙、あ沈黙にならないやつをつけるっていうのありか。あーやっぱギルド戻った方がいいかな。うげー、なんもできねえ。ミルイル、そうね、沈黙、あールーズ。じゃあ今さ、ここは今何もできないから、とりあえずフミルイルで攻めて、マナカで、ここはタルトタタン使わないと危ない。ナイスリサイクル。ゲー、またかよお前、切りねえな。ああマナカ沈黙、沈黙、沈黙がうざすぎる。あ、でも魔法は入るか。沈黙、おーパリー。今ルーズ入ってるから結構攻撃面ではチャンス。アイスエッジを入れていこう。で、あーここはねちょいもったいないけど、タルトタタンを使うしかないね。うわ、またお前それふざけんなよ。これマジで、どうしようなあ。もうやだ、もうやだ。どうしようこれ。TP TP リザレクションできないよ。どうしよう、やばい、心が折れちゃった。適当になっちゃってる。こいつ本当すごい嫌な敵だね。これはな、レイジングスマッシュで5万ぐらいダメージ出ろ。これはえぐいな、本当に。どうするべきだ。はい、ロードしました。とりあえず一回ギルドに戻ろう。沈黙をなんとかしないとダメだ。沈黙か、うわ、ほんと心を折ってくるなこのゲームは。沈黙か、マナか。待て、この辺の指輪は関係なかったな。沈黙っていうと、ちょっと待って、取り出す。沈黙ってなんかある？あ、そうか、もうこの辺のモンスター図鑑を使ってもいいわけか。赤
席間こう沈黙無効っていうのが欲しいのよ。沈黙無効ある？いや、あハーピーだ。これ出しとこう。ハーピー、沈黙、沈黙。あ、この辺はアクセサリー。凍結無効、いやいや沈黙無効が欲しいんだ。チンチンって言っちゃった予期せず今チンチンって言っちゃったけど、チンチン無効がどこにある？なんかあった気がすんだよな。意外と胴体のやつにあったり。チンチン無効が、ハーピーぐらいしかないのかな。だとしたらハーピーをめっちゃ捕まえてくるっていう作業をしないとだよな。頭、沈黙、あ、沈黙ある。茨の冠ってそうなんだ。なるほど。多分シルファが装備できると思う。沈黙、沈黙、ないか。盾、いやーないなー。結構使えそうな装備は倉庫にって入れておいたはずだから、いやなんかの時に売っちゃったりしてんのかな。武器は沈黙無効ってないか。何かをバフを、デバフをつけるっていうぐらいで、いや睡眠無効とかあるね。沈黙無効とかあっても良さそうだぞこれは。いやーしかし、きついか。ないか。ないかかな。もうこの辺だってもう弱い。あ、いや これは強いけど、きついか。ダメか。なるほど、わかりました。となったら、シルファはこれ、あ、いやマナカも装備できんのか。チャルもいけんのか。でもディフェンスがめちゃくちゃ下がっちゃうけど。でも一番はやっぱチャルなんだよね。チャルが沈黙になったらもう何もできない。チャルがサークルナースで直せるから。ハーピー結局398、あ、まあほぼ変わんないか。あ、でも行動速度アップ、じゃあまあこっちハーピーをつけるぐらいの方がいいか。こうしよう、ハーピーで。マナカも、マナカも沈黙は嫌です。だからイバラをつけるよ。下がるな、これ死んじゃうよすぐこれ死んじゃうよ。いやでもな、つけないと。でもう一個ハーピー欲しいな。シルファも沈黙無効が欲しいんだよ。ハーピーってどこにいたっけ。モンスター図鑑、ハーピー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 、あれ、どこにいた。あ、これか。こいつね、近くの森。はあ、森ね。レベル33、わかった、行こう、捕まえに行く。この2つはカバンに入れて、倉庫に入れて、でモンスター図鑑、高級図鑑を持っていこう。
クルス側図鑑でもいいぐらいだな。クルス側図鑑、うん、と高級図鑑一応両方で、近くの森、この確かねハーピーはね奥行ったところだと思うんだよ。この最初のエリアにはいないと思う。これ動画にしてる意味あんのかな。あーちょっと待って、サクッと倒しちゃおう。ダイダロス1、2、3、これからも頑張ります。あれこっちじゃないっけ。ああ下か、こういってまさか四天王を倒すのに森に来るとは思わなかったよ。あ、この辺のエリアじゃないかな、出るとしたら。ハーピーちょっと口笛吹いていくか。出ておいでハーピーちゃん、怖くないよ。あ、来たなかかったな。待てよ、ポイズンでじわじわ殺そう。とりあえずレイジ、いやヨッチとばっちりやりそうで怖えな。ヨッチ防御で、うん、行くのはまあマリオネット。任せて。入った毒。マナカの攻撃、ソウルドレイ、関係ねえか。あ、来た、サーチア、いいね、惜しかった惜しかった。ハーピー殺さないように。457で、ハーピーは水と風に強いから、チャルが水のアイスエッジを一発唱えたら400ぐらいじゃないかなって思うんだよ。どう？ああでも80か、いいいいいい、分かってるわよ。で毒でじわじわ、マナカはやりすぎちゃうからアイスエッジ頑張る。いいよ。あ、いやでも174か、やばいな、どうしよう。ここでシルファが殴る。あでも、あ、いいいいいい、これも高級図鑑使ったら、あ、やったー、しかもリサイクル、イエイ、ゲットした。じゃあシルファーハーピーだ。うわー、ディフェンス下がんなー、外したくねえなでもしょうがないよな、うん、しょうがねえよな。まあヨッチ、ヨッチ行くのは沈黙もそんなに痛くないと思うから、これで行こう。これで沈黙対策はできた。ちょっとこの辺は倉庫に入れておき、踏みルイルマシマシでいくか。となると踏みルイル、あ、ないや。ユージ、いらっしゃい、買ってくよ。踏みルイル9個、迷っ、はい、カバン15、まあいいだろう。これで改めて20層だな。ちょっとこの辺まためんどいんだよな。ちょっと動画的にはカットしますね。とりあえず右端のボスのところまでサクッと行っちゃいます。はい、とりあえずこれで今ボスのところに、あロクさん、何タイミング見てよ。しのぎです。でもなんかある、なんか買ってった方が。必殺カレーは確か全回復だったよな。いらねえなロクさん、なんで出てきたんだよはい、ちょっと待ってね、サークルナースで、よし、バフバフいくか。リベイジョン、フリートネス、でもなんかとりあえずで今できる対策はやったと思うから、これでダメだったら、
でダメだったらちょっとまたレベル上げが必要かな。よし、チャル、サンベール、ムンカテン、インシュランス、はい、みんなでリンゴ食べよう。ん、あ、これ捨てよう。懐中電灯も捨てる。で、卵サンド、卵サンド食べようか。はい、リンゴ1、2、あ、リンゴちょっと補充してくんの忘れたけど、まあでも大丈夫か。あ、いや大丈夫じゃないよ、 TP、 こいつ TP 攻撃してくるんだった。あれも嫌だよな。とりあえずこれで、はい、セーブします。はい、セーブ OK。 よし、いけ、さあ頑張るぞ。いや、それじゃ対策はしてきた。ペッタンペッタン、開幕行くのよろしく。とそしたらここは防御行くの。ナイス、行くの。防御どうしよっかな。レイジングが結構入るから一発ぶっ放しておくか。カウンターしてくるっけ。あ、そっか、カウンターでパリーが切れちゃうならもったいないか。仕方ないわね。大丈夫。だからそうなんだよ、あの沈黙は回避できるけど、そもそものダメージで死ぬっていう。ちょっともうダメージで死ぬか。そうか、なるほどな。パリ、ここはタルトを使うしかない。ゲッ、やばい、うわ、あ、まだか、よし、まだか、まだか、いいね、いいね。ここは無意向だな。あー、カバーいいね。リザレク、あー、タルト、あ、いやいや、パンオレズン、いやいやいや、タルトだな、タルト。リサイクル、うん、パリー本当大事。よし、みんな生き返ったぞ。あ、あー、うー、これはこれはちょっと無理じゃないっすか。マジっすか。あー、そうか、やっぱそうだな。沈黙対策はしたけど防御力下がって死ぬ。くそ、どうするのが正解かな。どっちを取ろう。とりあえず今せっかくこの装備にしているっていうのもあるから、もう一回だけこの装備で挑んでみる。うん、後方3人が沈黙を回避できるっていう装備、もう一回これでやって、ほんとダメだったら今回はやめておく。レベル上げだな。つってももう結構なレベルなんだけどね。おげつ、あー、はい、だね、わかってるわよ。あ、挑発か。挑発、防御、大しないでね。真中のアイスエッジを入れていかないと。うわ、出た、でも沈黙。あ、よし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 、スローは入っちゃってるけど、いいいいいい、大丈夫大丈夫、沈黙は大丈夫、耐えてる。ここルーズ入れて、シルファーは疾風入れよう、疾風陣内で、カバーパリー入ってるから、回復は行くのに任すとして、レイジングやっぱ入れようかな。パリーもったいないかな。でも700削れるって美味しいんだよな。よし、うん、
でここはサークルナースをして、でタルトだね。よしいいぞ。あピコハーン、大丈夫、シルファーが回復する。で今ルーズ入ってる状態だから、これでアイスエッジ頼むよ。真ん中命中させてくれ。頑張る。よしサークルナース、状態異常は治った。ああやばい、真ん中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 。はあ、これあーリザレク、あマジかよ。もう乱暴です。あちょっと休む。よしやめよう無理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 だ、これ今無理だこれ。はい、これで勝ったと思うなよくそ、沈黙、沈黙なまあ悪くないと思うんだけどな。これ今レベルなんだっけ、86だよ。86、82、83、86、82。やっぱね、真中がすぐ死んじゃうのがきついな。でもかといって沈黙外すのもどうなんだろうな。仮にメンバーを変えるんだとすれば、どういくべきだ。育ててんのがまあダークロード、侍はステータス、侍みんなレベル50前後だよね。さあサーリアンもレベル50、レベル50か、レベル的にしんどいよな。もしスキルが使えるなら、セージ敵全員の強化を打ち消す、これいいね。敵がさ、あの開幕ブレイブ使うじゃないですか、ディスペルで打ち消せるね。あ、 HP アップ、真中にこれ HP アップかけるとかね。あ、行動速度アップ、これをヨッチにかける。セージ必要か、いやでもだとすると誰かを外さないといけないんだよ。外せないよ。チャールはサークルナース絶対必要だし、真中は火力だし、ヨッチは盾になるし、イクヌ、いやでもイクヌのアイテムがさめちゃくちゃ便利なんだよね。アイテム倍、スピードも速いし、シルファー、いやシルファーいるでしょう。歌、外せないよ。うん、やっぱりあのパーティーはこのままでいきます。パーティーはこれで行くけど、とりあえずレベル上げをしないとなっていうところで、レベル何ぐらい、とりあえずこの後ろの3人レベル82、82、83を行くのヨッチと同じレベル86にはしてきます。でヨッチと行くのもそうだな、いや時間かかっちゃうよな。できたらちょっと軽くレベル上げ1か2ぐらい上げれるかなっていうところですね。これでまた次回に続くって感じで、はい、レベル上げしてきます。そっか、めちゃくちゃ強いなマジで、ドン引きだよもうドン引き。これどうなんだろうな、自分の体感的にはあの左下のロボットが一番強いなっていう風に感じたんすよ、全員1回ずつ戦った時に。これいやー恐ろしいな。まあとりあえずレベル上げ、うん、やるしかない。あとレベル上げをして次回までにイクノのスキルポイントをどう振るか、それも考えておくよ。もうポイントをね持て余しちゃっててもしょうがないもんね。
はい、じゃあ今回はここまでです。最後にもう一回だけ言わせてください。これで勝ったと思うなよ。以上です。ご視聴ありがとうございました。